ようこそ勝又博物館館長の勝又理也です。今日はブックオフで300円で購入してきました懐かしのテレビくん付録。これはね、懐かしい。まあこの時代僕多分テレビ買ってないんですけど、買ってたのはやっぱ小学校時とかですかね。うん、電王の時はもう中学校だったと思うし、あ、これ電王と激レンジャーだ。すげえ。バカ。こっちは DK。これめっちゃかっこよくないですか ?DK 司のこの2眼レフ。すげえ。で、もう一個がゴーオンジャーと、おう、キバ。10年前ですね、今から。これがいつ付録なんだろう。8月号付録。だから、電王、キバ、DK。カブト、電王、キバ、DK。じゃあ、電王から見ていきますか。年代を追ってね。ダブルスーパーヒーローズ、プレイングカード。見まーす。もう一番後ろ、これ台紙か?台紙ですね。すげえ。ちょっとこれで、てか、触り心地めっちゃいい。手袋してるんですけど、なんかこの滑る感じが普通にいいトランプって感じ。あのマジックとかでよく使われる。ほら、普通にこれできるもん。これできないやつってあるんですけどね。まあ紙なんだと思うんですけど、ただの。じゃあエース並べるのはめんどくさいっつっても、これあれか、ダブルスーパー戦隊だから並べた方が分かりやすいのか。モモタロス、ウラタロス、キンタロス、ウリュータロス、デネブ、ジーク。あ、なんかすごい。イマジンいきなり並んでる。で、ガンフォーム。あ、ジョーカーはこれなんだ。クライマックスフォーム。激輪闘者。かっけー。激闘者、あ、持ってるか、俺。激ゴリラ、激ペンギン、激ガゼル。お!メレ。役者さんもちゃんとしっかりいますね。じゃあ佐藤健もいるんじゃね?ジョーカー、ラゲク、カタ、マシン・デンバード。全然初めて聞いたわ。リオ、いいね。スーパー激レッド、マスター・シャーフ、激抜刀者、デンライナー・レッコー。あ、これあれだわ、御殿場の方か、山梨の方からの富士山ですね、間違いなく。あ、え、御殿場からかな、これ。これが宝永山っぽい。ゼロライナードリル、スーパー激ブルー、デンライナーイカズチ、デンライナーイスルギ、スーパー激イエロー。234ですね。エース、スペード、スーパー激レンジャー、お、デンライナー、ああ、仮面ライダー、デオン、ソードフォーム、ハートのエース、ゼロライナー、なぎなた、ラン、スペードの6、激イエロー、花、お、花ちゃん、これが好きだったんだよな、俺、桜井、ユート、激バズカー、おお、この人は、なんて女優さんだっけ、オーナーとナオミ、いいね。激闘者、激ブルー、どっち、デンライナー豪華、ゼロのスペガフォーム、激レンジャー、操作激激過激にバンバン行こうぜ、燃えろ悪を変えるために激レンジャー。来ねえな、もしかしてない、たけるくんいたー、これか。なんかすごい普通ですね。あ、ガオもいる。なんだ、こんな感じだったんですね。
でもこれ面白いね、全部綺麗に並べても。見、並べます。はい、ということで全部並べるとこんな感じです。綺麗にこう揃っててかっこいいですね。ここら辺が特に俺は好きかな。うん、ということで次はキバとゴーンジャ見ていきましょう。はい、続きましてこちら、パカ箱のタイプですね。で、取ると、おお、裏面かっこいい。裏面いいですね。これ俺好きだな。なんかこうやっぱ月背景と空背景みたいな感じで。さあ、これまず面をね揃えていかないと。それでは見ていきましょう。こちら、お、エンジンバス音。あ、結構揃ってる、もともとこっからか。スピードル、いいねいいね、これいいね。ちゃんとしてるねこれ、向きも。なんでなんで急にお前来る。違うよ、ハートハートハート。あった、ここでスピード、これエンジン音になるんだね。で次がどこだどこだ、あった、これだ、頑張る王だ、頑張る王。で制空王、この前、お、エンジン王 G9、 この前やったばっかだねこれね。次エース、うわ顔だ顔だ、ジョーカー、うわエンジン大将軍かっこいい。こっちはこっちでかっこいい。どこだ、もう一個のエースどこだ。お、ゴーオンジャーの方がいいね。なくね、あった、ゴーオンレッド、ゴーオンブルー、ゴーオンイエロー、ゴーオングリーン、ゴーオンブラック。お、あ、いや、お、みんないるね。これそういえば文字ギャルだもんね、出るね、 DVD ブルーレイが。ゴーンゴールド、ゴーンシルバー、これかっこいいね。で899のクローバーの9、あった、おお、パンチョッパー11 11、こっちか、あった、おー、スーパーハイウェイバスター12、あら、クローバーさっきこっちだったっけ、あった、ゴーオンジャー&ゴーオンウィングス、ウィングブースター、これでゴーオンジャー全部だね。よし、次キバ、キバっていくぜ。これ面白いよね、顔で始まるっていう、顔で始まる。で、あ、戦の次がガルルフォームで、バッシャーなんだ。で、ドッカ、あ、ドッカじゃねえ、なんで、シースターファンガイア、なんで並びが不自然なんだけど。これでやっとドッカフォームなんだ、ちょっとこれ不自然だね。こうで66、名護さん、いや意味が分かんないんだけど、スペードのエスキバでいいじゃんで7がバイクか、このバイク結構好き、マシンキバー、8キバドバドガバキフォーム、これ見た時うわごっちゃごちゃって思いましたね最初見た時で。そしてファンガイアの人間の姿の時、90、お、ブロンブースター、これバイクではないよね、もうね。でかすぎ。キャッスルドラン。シュードラン。最近レオンさんレビューしてましたね。お、オトヤと渡る。今やもうオトヤはビルドの人になっちゃって。エンペラーフォン、かっこいい。そしてこっち側、2番。お、キバットバット3世。あ、これならわかるわ。これなら並びわかる。非常にいい。なんで
なんでこっちにドッグフォーム。マジで。で、6。あ、これかっこいいじゃん。これかっこいい。これ7。8。9。おー、いいね、ウェイクアップ。ペーペレペペペイクサリオン。かっこいい。CBR かな。パワードイクサー。あー、そう、ユリ。いいね。この人すごい当時好きだったわ。じゃあ、これも一番ツッて並べてみましょう。はい、全種類並べてみました。ゴーオンジャーの方のまとまりがすごくいいですね。うん。それに比べてなんで牙は、ここでまとめたんかな、こうやって。そういう感じっぽいですね。はい、次行きましょう。見上げる星。ライダーの秘密がここに。その瞳は何を見る。開けてみましょう。うわー、いいね。ディケイド推しだね。てかディケイドしかない。仮面ライダー祭りってことか。戦隊は戦隊であったのかもね。すげえ。うわ、ジョーカーじゃん。まさかの本当にショッカーたちっていう。1号2号。あ、すごい。これもしかしてだけど番号順じゃなくて、なんかある意味意図を感じる並び方だ。1号2号 V3 ライダーマン X アマゾンストロンガースカイライダースーパーワンゼクロスブラック RX シン ZO J クーガーアギトアギトリュウキ。このリュウキかっけー。うわ、すげえ、全員 ?1,2,3,4,5,6,7。 違うね。アビス単体だ。お、サバイブ、ファイズ、ブラスター。なんでー普通にアクセルも欲しい。ブレイド。お、ハブラレンゲルじゃない。お、しかも劇場版の方もいる。お、キングフォーム、響き。お、イブキ、ザンキ、トドロキ。あー、アームドはないんだね。カブト、ザビー、ガダク。エアーサソードがはぶられてる。パンチョッパー、カブト、ハイパーフォーム、デン、おう、お、いいね。お、いいね、いいね。いいね、いいね、いいね、いいね。ジークはぶられてる。キバ、ドガバキー、ダークキバ。お、エンペラーがない。ディケイド、ディエンド、コンプリートフォーム、ダブル、おー、ダブル。なんかやっぱここからのこの変化ってやっぱすごいですね。当時をよく思い出す。あれ?なんでこれはこっちなんだろう。敵だからか。真剣レッド。オーガ、ダークカブト、リュウガ、カイザ、王者、歌舞伎、イクサ、サイガ、レイ、ライオトルーパー、ドレイク、サソード、サガ、デルタ。あ、悪い。あ、ディエンドがカードの力で呼び出した選手。ちょっと悪者系がこっちだから。そういうことね。はぶられてるわけじゃねえんだ。へえ、これ並べ、すごい。売った人すごいね。並びがしっかりしてて。まあ僕はね、変えちゃって、こう、またベアーって数字順にしてみます。はい、ということで、並べてみました。真ん中ら辺に昭和が集まってて、こっちなんかちょっとごっちゃ系と今、ディケイドで活躍してるクーガ、ディエンド、ディケイドみたいな感じと、こっち側はちょっとなんか最強フォーム混じりみたいな。平成ライダーと。っていう感じに並んでて、別に悪くはないんですよね、並びがね。ということで今日はこちらの3世代レビューしました。なかなかこう振り返ると面白いですね。それではまた明日。